はい、どうも、おはようございます。いやー、ちょっとね、お願い社長、ずっとやってた。YouTube 見ながらね、お願い社長、ずっとやってましたよ、今日。えなこにつられて、お願い社長をやって、ずっとやってるわ。YouTube を見ながらお願い社長を一日中やっていました。どうもこんばんは。いくらって1万7000円ぐらいかな。昨日1万5000円だったんだけど、月額会員になっちゃった。月額会員っていうのがあって、それお得だったんで、なっちゃったよ。1万7000円ぐらいかけしちゃったよ、合わせて。なんか最近さ、YouTube でさ、ジャニーズカウントダウン超見てるんだけど。なんか、YouTube で転載されてるじゃん、ジャニーズカウントダウン。まあ、年越しのやつ。で、結構ほら、年ごとによってさ、結構分かれてるっていうか、あれ、毎年やってるじゃないですか。で、なんかこう、本当になんかこう、一年一年、なんだろう、歌ってる曲とは大体一緒なんですけど、で、新曲のヒット曲が出たらそれも歌うみたいな感じで、基本的にはなんか大体歌う曲とかも大体一緒なんですけど、やっぱちょっとずつ、なんていうの、その、みんながやっぱ年を取っていったりとか、メンバーがね、ジャニーズの。あとは、なんかこう、なんていうんだろう、だんだんこうなんか売れてる力関係みたいなのがちょっと崩れていく感じが、なんかちょっと なんとなくだけど見てて面白いなみたいな。昔はね、もう本当、なんていうの、もう KinKiKids がすごい売れてたと思うんですよね、そのジャニーズカウントダウンのなんか結構前の方とかは。でもだんだんなんか KinKiKids じゃなく嵐にこう移行してったっていうか、嵐がだんだん売れてくるじゃないですか。だんだんっていうか、その、まあ、花壇あたりからかね、花壇あたりからドカっていったじゃないですか。なんかその感じ。で、歌ってる曲とかでもうなんか、あ、これ嵐売れた後か、大して売れる前か、みたいな、なんかそんなのが分かって、なんかちょっとそういうのを見てた。まあ嵐もね、まあ別に決して売れてなかったわけじゃないですけどね、最初から全然それなりに売れてはいたんですけど、一気に AKB 商法を除いて一番 CD が売れるグループみたいになったからね。その前まではね、ちょっと違った、花壇のところらへんからっすよね。ところらへんっていうか完全に花壇からっすけど、花壇がヒットしてからっすからね。で、曲も結構良かったんでね。あ、ポンポンです。もう話すことなくなったぜ。
話すことなくなったぜ、もう。話すことないんすけど、どうしたいっすかね。話すことないんすけど。セブンで好きなスイーツは何？なんすかね。牛乳寒天とか。まあ、あとセブンオリジナルのやつではないですけど、みかんヨーグルトってのが売ってて、あれ結構買います。まあ、セブンのオリジナルスイーツではないんですが、セブンイレブンによく売ってるのを見る。まあ、牛乳寒天はね、セブンのオリジナルですけどね。あとなんか、セブンでヨーグルト買って、で、ヨーグルトの中にセブンイレブンってカットフルーツ売ってるんですよ。あれ買って中に入れるとかね、リンゴとか。そういうのはたまにしました。いやー、厳しいな、これ。これは厳しいね。多分このイベントランキングってかなり低レベルだと思うんですよ。今回、まあこの先伸びるかは知らないけど、これでも全然下の方ですからね。これやばいっすよね、本当に。ふわっちよりいいサイトって言われてもね、ぶっちゃけふわっちって還元率いい方だからね、投げ銭の方では。
ぶっちゃけ結構歓迎率悪い方ではないかな。きついね、本当にきついな、本当にきついな。YouTube は動画の規制厳しいのに広告の規制は緩すぎる。どういうこと？どういう意味ですか？ああ、広告の中にね、ああ、ありますね。いやでもぶっちゃけあれはさ、広告の主側だからね。だってさ、ぶっちゃけ見てる人用に思ってないでしょ、Google は。見てる人がなんか R18 のこうなんか子供が見たらとか、そういうのを考慮してないでしょ。利益優先で考えてるでしょ。そこら辺。あれなんですよ。なんかでもそれまでは結構あったのよ。規制みたい。規制っていうか、まあそれは Google 側が弾いてたのかは知らないけど、コロナが始まる前って、結構なんかこうアダルト的ななんか Google のなんか YouTube のなんか広告ってあんま出なかったんですよね。結構出てなかったと思うのよ。でもコロナが結構流行り出してからアダルトななんかこう広告も出るようになったんですよ。だ多分あれだと思うんですよね。その広告のほらどこもさどこの企業も不況な企業増えたから、だから広告にお金を入れられない企業が増えたんですよ。だから広告が減ったし、あとそのなんだっけ、まあいろいろな理由でそれ以外にもほら広告減ったりしてきたじゃん。Google ってなんだっけ結構ほら過激な動画とかでなんかこうその広告主が離れるみたいなのもあったから、いくつかでプラスコロナで多分大打撃だと思うんですよね。そうで Google のその Google 社の利益の確か7割ぐらいは全部広告収入なんですよ。だからほとんど Google の会社の利益のほとんどがその広告収入で得てるんで、じゃあ広告がそのコロナだったりそういう広告主が離れていなくなった過激な動画とかで広告主がいなくなった、じゃあそしたらじゃあ収入源が減るわけじゃないですか、 Google 側も。じゃあどうするかっていうと、今までその恥多分だけど恥そうあ広告主側からこれを広告出してくれ、 YouTube で広告出してくれって言ってもアダルト的な内容だから、なんか Google 側が今まで恥いてたものを多分それを取り入れたんだと思うね。結局その背に腹は変えられないっていうか、結局もうそれをそこに多分そこの広告収入に多分頼らなくざるを得ない状態に多分なったんだと思う。そうでさ、動画広告 YouTuber 側動画上げてる動画のアップロード者側はさ、
なんか変な、まだアダルト的な動画仮にやったとしたら、そういったほら、広告主側になんかこう、よく思われないで広告主離れとかを起こしたらちょっとまずいなっていうのがあるわけよ。で、Google AdSense の使用上、あれ AI でなんかいろいろ判断して、なんかこう、自動で広告を流してるから、この動画、まあ当たり前なんだけど、一つ一つの動画にさ、テレビじゃないんだからさ、いろんな人が動画アップする中さ、あ、この動画にはこの広告ねっていうのを、手動で、人が確認して手動で選んでるわけがないじゃないですか。あれ全部AI で、まあ、独自のね、その Google の AI でこう、選出してるんですけど。だからそういう時に、なんかそのアダルト的な内容とかあんまふさわしくないような動画に、その結局なんかいろんな企業の動画が流れると、その広告主側に不利益が働く可能性があるんですよね。そう。だから、そこは、なんだろう、動画自体は、だからそういうほら、まあ事情があり、動画自体は結構規制が強めではあると思うんだけど、その、広告側は、まあさっき言った理由で、まあそういうアダルト的な動画も、広告ももう取り入れなきゃならない状態になってきて、Google が。で、それでいて、まああくまで広告主側の問題なんで、うん。で、ぶっちゃけさ、その YouTube 側はもう、YouTuber 側はもう広告、どんな広告だろうが広告収入得れればいいやみたいな、俺が選んでるんじゃねえしみたいな、そういう、なんか、ことで成り立ってるっていうか、うん。だからだと思いますよ。うん。まあ別に広告主側はさ、広告主側が、その Google にも、その YouTuber にも、お金払ってるわけじゃないですか。まあもちろん Google を通してね。Google にお金を払って、その Google が何割か、4割だったっけな、4割か6割なんですよね。YouTuber 側に還元してるみたいな。そういう形なんで。あ、みゆさん、チアリダレンチャーです。こんばんは。あ、チアリダレンチャー、アレンチャー、アレンチャー、やったー、ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。まあ、そんな感じだと思いますよ。だから、あれですね。まあ、広告はさ、まあ、あくまでそのお金出してる側だからさ、広告主側はさ、うん、でもそのもらう側がその広告主の不利益になるようなことはよろしくないじゃないですか。広告主が離れる一つの要因になってしまうので。でも広告主側はもちろんその別にそういうのは気にしないじゃん。うん、で広告主側が納得してっていうか、むしろ広告主側からわざわざお金払ってまでこれ広告出してくれって言ってんだから、そうそう、やっぱそういう関係性がありますよね。お互いのやっぱ立場というか、そういうものがあるじゃないですか。広告を出す側と、広告主側のさ。うん。あ、風船もです。ポンパーです。そう。だからまあ、ほら、まあテレビと一緒っすよ。だから、テレビだってほら、ね、テレビ番組が広告主側に気使うのと一緒だよ。でも別に広告主側テレビに気使わないじゃないですか、基本的に。だってお金払ってる側なんですから、言ってしまえばお客さんみたいなもんなんですから。うん。まあお客さんとはちょっと若干違うけど。また立場上でもお客さんみたいな感じだから。あ、いいね、チアリダフサダス。そう。ねえ、だからその番組のさ、スポンサーの広告主側がさ、の不利益にならないようなことをするじゃん、テレビ側って。うん。でそんなことやったらさ、広告スポンサー離れちゃったらもうテレビやっていけないじゃないですか。民放の番組はさ。あれだって広告収入でやってるわけですから。広告収入っていうか、まあ、CM 収入でさ。うん、そう。ね、ほんと細かいっすよね。なんかそういうの。まあ、例えばだけど、コカ・コーラの CM、コカ・コーラのスポンサー、コカ・コーラ社がスポンサーの番組があって、そしたらペプシコーラを番組内で飲むわけにはいかないじゃないですか。そんなライバルなところにさ。そういう場合は、もしコーラとか用意する場合は、ラベルを剥がすか、まあ、コカ・コーラがスポンサーいるんだったら、コカ・コーラを番組内で飲むかね、ラベルちゃんと貼った状態で。そうするとコカ・コーラ側も喜ぶじゃないですか。広告主からしたらさ。そのね、番組内でコーラ飲んでくれたみたいな、それも宣伝になるからさ。まあそれもちょっとしたサービスみたいな感じで。うん。そう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 。まあそういう機能使い方ってあるじゃん。広告を、なんだ、広告主側にね、広告する側が。うん。まあそういうのとちょっとの似たような感じですよね。YouTube のやつも。うん。
そう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 。あ、風船どうも。いやー、ほんとね、でもね、あれですよ、この話何回かしてるんですけど、いや、中居正広はほんと頭回るなって思いました、ほんとに。中居正広って昔ね、あの吉野家の CM してたじゃないですか。で、なんか情熱大陸で、いや、中居正広をなんか一日追うっていう番組があって、そういう回があって、あのその時になんか番組のスタッフに、なんかちょっと焼肉屋でちょっとなんかいろいろ話聞かせてくださいみたいなことを言ったら、安いとこだったらいいよみたいなことを言うんですよ、中居正広が。高いとことかだとなんかあれだからみたいな、なんかあんまり、俺はなんか安い肉のが好きだから、安い肉のがうまいから安いとこだったらいいですよとか言ったんですよ。それもね、多分ね、スポンサーに気使ってるんですよ、ね、うん、その番組のスポンサー、あ、その番組のスポンサーは確か吉野家じゃなかったとは思うんだけど、それはわかんないけど、はい。でも自身があの吉野家の CM してるからだと思うんですけど、そう、やっぱりさ、吉野家ってさ、すごい大衆的な、めっちゃ安い、あの肉を安く食べれるお店じゃないですか、うん、それを広告してる、その広告宣伝、そのコマーシャルに出てる中居正広が高い肉うめえって言ってたらさ、やっぱりちょっと吉野家の心は、ことをあんま思ってないっていうかさ、うん、そう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 。だからね、俺、わあ、この人すげえなと思った。多分だけど、その番組のスポンサーは、その中居正広の会のね、スポンサーが多分吉野家入ってなかったと思うのよ、多分だけど。まあ、入ってようが入ってまいが、まあ、入ってたらなおさらなんだけど、うん、入ってなかったら入ってなかったで、でも結局中居正広ってその吉野家の CM してたから、やっぱそこまで多分気使ってるんだろうなと思って。あー、匿名の方来たー、応援花火10枚来た、おいがおいが、あー、レンちゃん来た、いやったー、おいがおいがおいが、アラブの石油王、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマズ、あー、レンちゃん、あー、レンちゃん、レンちゃんやった、レンちゃん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 やった、レンちゃんやった、ほーほー、やばい、めっちゃ来てる、あー、レンちゃん、レンちゃん、あ、遠く見ることな、レンちゃん、あー、レンちゃん、あ、大花火、大花火じゃない、応援花火、応援花火、あれちゃん、応援花火、あれちゃん、れちゃん、れちゃん、アラブド、アステキオ、ウィンドウズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソンマサシ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 、やったー、やった、来たー、れんちゃん、アステキオ、アステキオ、ウィンドウズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、あ、無料延長チケットもらったから、これ延長するか。アラブド、アステキオ、あ、ウィンドウズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、アステキオ、アステキオ、アステキオ、ソフトバンク、ソフトバンク、ソンマサシ、やったー、れんちゃん、れんちゃん、やったぜ。レンちゃん、あー、遠くなるから、あれちゃん、あ、石油王、ウィンドウズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソンマサシ、やったー、ビルゲイツ、ビルゲイツ、ビルゲイツ、あ、ソフトバンク、ソフトバンク、ソフトバンク、ソンマサシ、やったー、やったぜー。レンちゃん来てる。やばい。ほんともう、アイテムさ、今日観光鳥が鳴いてた感じだったのに。まあ、つってもさっき、昼ぐらいだったっけ、一枠しか撮ってないけど。あー、レンちゃん来たー、遠く見るから、いいやった、あ、席を、ウィンドウズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、サーモシ、いいやった、いいやった、いいやったー、レンちゃん話す、やったー。10発あれす、来たー。10発来た、やばい。いや、報われましたね、これはね。ありがとうございます。やった、これやばいな。うん、10発はやばいわ、マジで。しかもこの応援花火、還元率いいからね。まぁ、あ、ちょっとなんですけど。うん、あ、いいね、風船だっす。まぁちょっとだけなんですけどね。うん、あ、で、何の話したんだっけ。あ、そうだ。その中居正広がやっぱスポンサー思いな。ところ、やっぱあの人ね、ほんと天才だよ。頭そういうとこすっごい回ってんの。もうすっごい見てんの、そういうとこ。で、この話ね、何回もしてるんだけどね。ちなみに加藤浩次は、すき家の CM してたんですけど、
普通に家族で、前テレビでめちゃイケだったと思うんですけど、家族で普通に叙々苑食ってたけどね。しかも自分のちっちゃい子供に叙々苑のなんか高級な、なんか特上のやつ、なんか何がいいっすって、子供がなんか特上のやつ選んでたわ。でもね、それ加藤浩次が好きやの CM する前だか後だかちょっとよく覚えてないんですけど、もし前だったらなかなかだよね。 まあ別に、なんだろう、CM してたから食っちゃいけないってわけじゃないんだけど、まあでも CM する前だったのかな、あれ。まあ CM する前だったかもしれないけど、もしかしたら。まあちなみに中村咲だってね、まあもちろんその、吉野家にさ、そういう思いやりを、吉野家へのこう、そういう心遣いだけじゃなく、自分がなんか庶民派のこうアイドルに見られたいみたいな、庶民派のタレントに見られたいっていうのは多分あるとは思う。その多分そのキャラとかもあってやってる部分もあるとは思うんだけど、でも絶対吉野家に気使ってる部分絶対あると思うんだよね。あの人そういうとこすっごい頭回るからね。俺それ見た瞬間思ったもん。あ、これ絶対吉野家に向け、吉野家のことを思って言ってるなと思ったもん。あ、ポンポンどうも。あとね、スマスマでね、昔言ってたのが、スマップってセブンイレブンの CM してたじゃないですか。スマップが、それはもうセブンイレブンの CM した後なんですけど、なんかね、スマスマで、スマスマじゃなかったかもしれない。もしかしたらスマスマじゃないかもしれない。なんかの番組で、中居正広がね、なんかね、なんだ、飲み物を飲む回、なんか飲み物を飲むシーンがあったんですよ。その、なんだろう、その番、なんかの番組に出てたタレントたちが、なんかこう、飲み物をなんかこうね、飲むシーンみたいなのがあって、まあそれは普通のドラマとかそういうんじゃないですよ。普通のバラエティとかだと思うんですけど。そしたら、なんか氷がね、なんだろう、飲み物を入れるときに、あ、飲み物を飲むときに氷をね、なんかこう、欲しいなみたいな話をしたんですよ。で、そしたら、そのときに、氷はやっぱセブンイレブンの氷がいいよね、みたいなこと言ったんですよ。セブンイレブンの氷は、もうほんと溶けにくいし、なかなか溶けないじゃん、あれめちゃめちゃいいんだよとかって言ってて、ああ、これ自分が絶対セブンイレブンの CM してるからだなと思って。で、それは多分番組のね、その番組のスポンサーにセブンイレブンがついてたのかもしんない、もしかしたら。それはちょっとよく覚えてないんですけど。でも、その時はね、もうスマップはね、もうね、セブンイレブンの CM した後だったんですよ。いや、やっぱね、そういう心配りみたいなのがすごいなと思って。スポンサーへのね。いや、ステマではないですよね。ステマとはちょっと違うでしょ。あ、風船マリアス。やったー、匿名の方から、大花火じゃない、応援花火来たー。やったー、応援花火、アレちゃん、アレちゃん、アレちゃん、アレムド、アセキオ、ウイドス、アベルゲイツ、ソサク、ソース、やったー、アレンちゃん、やったー、アレムド、アセキオ、ウイドス、ベルゲイツ、ソフトバンク、あー、来たー。あ、風船もいいね、マリアス。いやったー、10枚来たー、10枚来た、席を、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソソマック、ソマソジ、やったー、やったぜ。あー、風船いいね、あれです。やった、特別なことから、席を、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソソマック、ソマソジ、やったー、ありがとうございます、やったー、いいね、風船あたっす。あー、ほほやのみ、やった、やばい、やばい、応援花火めっちゃ来てる。やった、セキホ、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマスシ、やったー、風船いいね、あー、安部さん、チアリーダーだっす。やったー、風船いいね、やった、あー、応援花火、やった、匿名の方から、セキホ、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマスシ、あ、いいね、あ、チアリーダーだっす。あ、いいね、あ、やったー、いいね、あ、チアリーダー、やったー。ポンポンまだっす。やばい。めっちゃ来てる。
ああ、石油王、匿名の方から、石油王、Windows、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、さんまさし、やったー、やった、風船、ああ、親の道ありだ、やった、石油王、Windows、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、さんまさよし、やったー、やった、やった、親の道めっちゃ来てるんだけど。風船入れ、やった、石油王、石油王、石油王、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、そう、まさよし、やったー。いいね、レンちゃん、風船あざす、やった。よわ、やばい。やばいな。波がえぐいよね、てか。ほんと、来るとき来るけど、来ないとき来ない、この、波がさ、えぐすぎてふわっちって。いやー、来た時は救われたって思うわ。うわー、やばい。ありゃす、やった。やばい、めっちゃ来たわ。よかった、枠つけて。いやー、アイテム来ない時だとね、なんか、アイテム来なかったなとか思って、枠を切った瞬間に、なんかもう、まあ、切る瞬間っていうか、切った後もそうなんだけど、やってる時もそうだけど、あーって思うんだけど、やっぱね、枠、アイテムが来た枠はやばいですね。テンション上がりますわ、やっぱ。やばいわ。いやー。やばい、30、20発か、20発来た。やばい、20発やばいな。まあ、てか、20発来ると何気にでかいね、これね。還元率の差が。だって、これ普通の花火だとさ、普通の花火とこう値段変わんないのに、でも、10個のまとめ買いだとちょっとだけ違うんだっけ。でもまあ、それでも応援花火の方が還元率はいいんだけど。これ花火だって20発、普通のノーマル花火20発だと、配信者に1万だけど、応援花火だと1万1000だから、1000円の差って何気にでかいよね。10%って結構でかいわ。まあでもこんな連続で投げてくれてる方は絶対まとめ買いだとは思うんだけど、ウェブでね。ウェブのまとめ買いでも確か500円ぐらいだっけ？ 500 円ぐらいは確か、500円か600円ぐらい高くて、でも結局普通の花火よりは400円ぐらいは還元率いいんだけど、還元率高いんだけど、まとめ買いでもね。まあどっちにしろ還元率は普通の花火よりはいいんですけど、あとまとめ買いの方がノーマルの単体よりかはまとめ投げの方が全然還元率高いんですけどね。もちろん。風船どうも。運営花火やった。 出た 出た、こういうなんかすぐなんかさ、運営花火とかいうやつ。 本当に運営だとか思ってるやつってさ、見る目ないと思うよ。本当やめた方がいいよ、お前。本当にお前死んだ方がいいよ、本当に。 なんかさ、よくさ、なんか運営が投げてるとかいうやついるけど、運営じゃないから、本当に。まあ別にこんなさ、見る目がないやつに信じてもらうか信じてもらうまいが、俺のと、な、一銭の得にもなんないから別にいいんだけど。あれでしょ、自分が、あれでしょ、なんか、なんだろうな。まあ俺も多少、その、なんていうの、フォロワーとか多い方ではあるから。そうそう。で、なんかそのフォロワー多い人に、なんかこう、運営がお金投げて配信させてもらってるみたいな。配信をしてもらってるか。配信をしてもらってるみたいな風に思ってるんだろうけど。そんなことないっすけどね。そしたらじゃあ、運営ってじゃあどうやって稼ぐねんって話じゃない。
本当に。だってさ、ふわっちの運営だって事前事業でやってんじゃないんだからさ。うん、じゃあ、ふわっちの運営って、ふわっちでどうやって儲けてるかっていうと、この花火の中抜き以外の収入ないのよ、ふわっち運営って。だって広告とかもないじゃん。広告収入もないのよ。まあ、このサイトが広告収入できないだろうし。じゃあ仮にこれが運営が俺に投げてるとしたら、運営だって別にただで俺にお金をあげるわけじゃないんだから、他でちゃんとふわっちの他のとこで稼がなきゃいけないわけで、うん、他のとこでじゃあさ稼いでるのわざわざ俺にね、なんか空投げみたいな感じしてもね、あ、空投げだったら俺にお金が来てない風にってこと、まあ、どういう風に言いたいのか分かんないけど、運営がなんか俺にお金をちゃんと換金できる花火を投げてるのか、空投げで本当は俺がお金稼いでないか、どっちか知らないけど、でもそうだとしたら俺さ、普通になんか税金払った証明のなんか納税証明書とか俺過去に配信で見せたことあるんだけど、あれとかじゃあどういうお考えでって話なんだけど、じゃあまあ少なくともその納税証明書見せてるから、まあ俺に実際お金は来てるわけじゃないですか。そこでも証明できちゃってると思うんですよ。うん。じゃあ、あとは運営がじゃあ俺にお金を、なんだろう。まあ、本当は、なんだろう。運営が俺に花火を投げて、これは普通のリスナーじゃなくて、でもそれはちゃんと俺が換金できるやつだってことですか？うん。で、そうだとしてもさ、じゃあ、他の人から結局それ以上に中抜かなきゃいけないわけじゃん。うん。それ以上に運営がさ。じゃあ誰が運営じゃなくて誰が運営じゃないのって話。思いません？爆投げしてるやつがみんな運営だったら、そしたらふわっちどうやって儲けてんだよ。思いませんか？あ、ポンポンイネザス。なんかさ、爆投げしてる人にさ、みんな運営だとか言うじゃん。爆投げしてるやつがみんな運営でさ、配信者にお金配ってるんだったらさ、逆にその爆投げじゃない、コツ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 本当にちょっとずつのさ、投げてるやつが全てリスナーだとして、そしたらそんなコツ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 さ、ね、投げてる人の中抜きをしたやつをさ、一気にさ爆投げでさ配信者にさお金配りまくったらさ、運営どうやって儲けんの？ちょっと頭使えよ、バカじゃないのマジで、うん、あ、いいね、風船ポンポン出す。思いませんか？なんか爆投げする人ってすぐさ、なんか運営だとか人いるよね。もし爆投げしてる人が運営だったら、ふわっちゃ赤字になるんじゃないのかってレベルだよ。いや、マジで。だってさ、俺なんかさ、なんだったらマンスリーなんかめちゃめちゃ下の方だよ。俺なんてマンスリーめっちゃ下の方だからね。だからマンスリーがもっと上の人って、じゃあなんであんだけマンスリーが上かっていうと、爆投げする人がついてるからなんだよ。わかる？うん、俺よりも爆投げされてるんだよ、うん、じゃあその人たちは運営じゃないのって話。その人たちは運営じゃなくて、俺の投げてる人は運営なんですかっていう話、うん、爆投げする人を全部運営って言ってるけど、あのマンスリー上位のさ爆投げする人、あれが全部運営だとしたらさ、ふわっち運営どうやって儲けてんのって話。あれを配信者に配ってるんだったらさ、赤字になるレベルだよそんなの。そうやって儲けるねんって話よ。ちょっと頭使えよね。バカなのかなと思うよ、本当に。アチアリーダークラッカーチョコアダス、あれです。うん。思いません。爆投げしてる人がみんな運営だったら、ふわっち運営どうやって儲けるんすかっていう。うん。いやほんとね、いまだにこういうやついるんだよね。
なんかね、その結局あれなんですよ、なんかすぐ爆投げする人を運営だって言ってる人はもう完全にね、周りが見えてないんですよ、ちゃんと物事考えられてない証拠だよね。ちゃんと客観的に見れてない証拠ですよ。あ、クラッカーだっす。客観的に物事見れてない証拠。自分がね、課金しないから、ね、無料で見れるものにお金を投げる意味が分かんない。まあ、そう思ってる人が、はっきり言って視聴者の90%以上を余裕で占めてます。で、その90%の考えの中に自分もいて、で、その90%以上はそうだろうなって思って、あと自分もそう思ってるからこそ、爆投げする人の、気持ちが分かんないですよ。そう。だから少数派はないものだと考えてるんですよね。少数派はこの世の中に存在しないものだという考え方なんですよ。その理論だと世の中人殺しなんかいないから。じゃあね、これは運営だとか言ったさ、さっきのさ、ね、やつさ、もういないかもしんないけど、コメントしてないし。じゃあ、お前は人を殺したいって思う？人を本気で殺そうと思ったことある？あなた、人殺したことあります？ないでしょ。でも、世の中人殺しもいるわけじゃないですか。世の中の少数派を本当に完全にいないものだと考えたら、世の中人殺しだっていないんですよ。世の中にはね、たくさんの人がいて、で、もちろん、無料で見れるものに課金したくないって人が、はっきり言って9割以上余裕で占めてるとは思うけど、残りのね、まあ、1割以下の人は課金する人もいるわけですよ。ねえ。本当ね、アホやと思いますよ。なんていうの、少数派のことを無視した考え方っていうか、物事客観的に見えてない証拠だよね。あ、クラッカーどうも。相変わらず話が飛躍して意味わかんねえな。でもさ、例え話で言ってるだけなんですけどね。例え話って、大げさに言った方がわかりやすいじゃないですか。それが例え話じゃないですか。あなた例え話だって理解できないのかな？頭悪いな。それをだって飛躍って捉えちゃってるんだから、あなた。まあでも分かってるけどね。あなたの考えなんかまあぶっちゃけ分かってるけど。あなたは俺のこと悪く言いたいから、とにかくね、適当に悪く言いたいだけで、だからもう適当に飛躍って言葉使って、こいつ悪く言ってやろうみたいな。まあ俺のね、意見を否定してやろうみたいな。まあ別にあなたの別に思考ぐらい分かってるけど。例え話ってだって普通に分かりやすくさ、もっとことを大きくしたり、大げさに言ったりするものじゃないですか、基本的には。そっちの方が分かりやすいからね。分かりやすいように人に伝えるために例えていいわけだから、物に置き換えてね、違うものに。あ、どうもこんばんは。だってさ、もしじゃあ仮にさ、花火城のアイテムを投げる人がみんな運営だったら、ふわっち大赤字だよね。何のためにやってんのって話だよね。 花火城のさ、アイテムを投げる人がみんなさ、運営の空投げだったとしたらさ、ふわっち運営どうやって儲けてるんですかって。 大赤字だよ、だって。サーバー代とかね、社員の人件費、サーバーレンタル料とかもあるじゃないですか。サイト運営していくにも金かかるしね。まあもちろんこのサイトを作った時の初期費用もかかってるしさ。花火以上投げる人がみんなさ、運営の空投げだったらさ、もう儲けないよね。大赤字だからもう今すぐやめた方がいいよね、ふわっちなんてね。頭悪いよな、本当に。
自分の考えが、自分の考えっていうか、何だろう、客観的に見れない人っているよね、世の中。自分の考えが絶対正しいだろうな、みたいだからね、そういう心理が、ね、分かんない人はね、一回ね、じゃあ、配信以外でも、例えばホストとかキャバクラとか、ハマったことある人とか、ソーシャルゲームとかのガチャにハマったことある人とかだったら分かると思うよね。だって、ソーシャルゲームのガチャとかさ、そういうものにもさ、本当になんか無課金を貫いてる人とかいるじゃん。もう一切課金しないみたいな。でも世の中にはさ、ソーシャルゲームのガチャに100万、1000万とか使う人もいるんですよ、世の中には。まあ、たまにそういうの、なんか問題視されてるじゃん。子供がなんか100万課金しちゃったとかさ。あ、投げ銭でもあったよね、最近。最近ってか、まあ、前からちょくちょくはそういう話あるけど、なんか結構最近もなんかそんな、なんかヤフートップだったかな、で見たと思うんだけど、なんかね、親のクレジットカードを勝手に、その中学生が、使って、配信サイトの、なんか、配信者に100万単位で、2、300万ぐらいだったかな？多分数百万。100万単位で課金しちゃったらしいんですよ。内緒でね。親に内緒で。で、それが、なんかすげえ問題視されてた。まあ、ヤフートップになってて、ヤフートップのヤフーニュースになってた。結構やばいよね。どういうタイプの人に投げたんだろうな。それ見た？俺も結構最近だったと思うんですけど。あ、ポンポンどうも。なんかね、結構最近だったと思うよ、それ。多分まだ1週間、2週間前ぐらいじゃなかったかな。だってさ、ゲーセン、じゃあゲーセンはどう思うって話よ。ゲーセンだってさ、使う人はさ、一回でさ、何千円とか何万円とか使う人いると思うんだけど、あれだって別に何も残んないじゃん。まあ、クレーンゲームとかだったら取れる、物取れるかもしんないけど、でもぶっちゃけクレーンゲームだって物買った方が絶対安いし、直で買った方が絶対安いしさ。まあ、あとメダルゲームなんてどんだけメダル増えても1円にもなんないじゃん。でもあれだってすごいなんかハマってやってる人っているわけだしね。で、なんだろう、ソーシャルゲームのさ、ガチャとかになんか今すごい、客取られて、今ゲーセンがすごい壊滅状態になってるんですよ。みんななんかゲーセンに行かなくなって、ソーシャルゲームのガチャにお金を使い出した。それはゲーセンの客がソーシャルゲームに今すごい流れてるんですよね。だ結局なんか今までソーシャルゲームが出るまではゲーセンで使ってた人が、ただ今度その人たちがソーシャルゲームにお金使い出しただけで。あとソーシャルゲームの方がやっぱちょっと中毒性高いと思うんですよ。だってもう24時間さ、どこでもできるし、もう家でももう課金簡単にできるし、やっぱ家にいながらできちゃうっていうのが。あとさ、ゲーセンのと違って、そのゲーセンなんてさ、例えばメダルゲームでさ、アホみたいにメダル取ってもさ、もうそのゴールがないじゃん。増えても増えても別に換金できないし、増えた、ある一定のとこまで増えたらもう増えたところでみたいな。しかも期限切れでさ、なんかなくなっちゃうっていうパターンもあると思うのよ。なんかああいうのってさ、お店によってさ、大体なんか長いとこでも1年ぐらいじゃない？まあ1年も長い、そんなとこないかな。3ヶ月とかさ、短いとこだと1ヶ月ぐらいなんか1回もログインしないと、ログインじゃないや、出し入れしないと消えちゃうみたいなシステムじゃあれ。でもソーシャルゲームはもう、あれだからね、ずっとデータ引き継げるし、強くなったら強くなったでネットで退散できたりとかするし、やっぱそれでいてね、24時間、どこでも、もちろん家でも課金できるし、
やっぱりだからね、ソーシャルゲームの方がさ、中毒性は絶対高いと思うんですよ。ゲーセンより。そう。まあ、ゲーセン業界がね、この話、この前もちょっとしたんですけど、そうやって低迷してきたのは、その前からね、Wii とかで、なんか体験ゲームっていうのかな、なんかこう、体を動かしてこう、ゲームするみたいな、そういうのがなんか Wii で出て、それから結構ゲーセン離れが離れて、それでソーシャルゲームで、とどめ刺されて、って感じみたいですよ。まあ、あとコロナの影響もあるとは思うんですけど。そう。で、今ゲーセンとかすげえ潰れてますからね。昔に比べてゲーセンとかすごい少なくなった。まあ、まだあるとこあるけど。あ、風船とも。そう。まあ、もちろん、完全に潰れてはいないですよ。前提が。でも昔に比べるとめちゃめちゃテンポ減ってますからね。そう。カラオケも潰れそう。どうだろうね。カラオケはどうすかね。まあ、家でさ、歌うようなやつもあるけど、でもあれあんま流行んなそうじゃない？なんかすげえ昔で言うと、イーカラとかあったよね。モーニング娘。が CM してた、家でなんかカラオケできるやつ。でもあれもさ、なんか、一時ちょっとだけ流行ったらしいけど、でもぶっちゃけ言うほどもうなんか、今もみんな歌われてないしさ、なんだろう、あとほら、アプリとかさ、スマホのアプリとかでカラオケアプリとかあったりとか、あとなんかこう、なんだろう、YouTube のなんかこう、カラオケ歌う、なんカラオケ用のさ、音源みたいなのもあるけどさ、でも多分あれは流行んないと思う。あんまし。なんでかっていうと、やっぱりカラオケ屋と違うもん。だってさ、やっぱカラオケ屋の方がどう考えてもさ、スピーカーとかさ、マイクとかちゃんとしてるし、やっぱその、カラオケ屋にしか、あれは無理だよね。あんだけ音響とかさ、ああいう、なんだ、マイクとかさ、そんな、なんだ、そんな即席みたいなさ、スマホのアプリとかでも絶対あれは無理だし、あと、ね、みんながね、こうなんかほら、例えば、こう、じゃあ、何人かでこう集まって、こう、歌える場所、ワイワイ盛り上がれる場所、でもあるし、で、大声出しても大丈夫な場所だし、で、それでね、お酒とか飲み物とかね、食い物とかも注文すれば来るし、やっぱあの空間は、そういう、なんだ、飲食も提供できるしさ、あとみんなでこう、なんかワイワイね、場所を気にせずじゃないですよ。なんていうの？音を、うるさい音を気にせず、ああやって集まれる場所みたいなのって、やっぱり、あそこのスペース自体に結構価値っていうかさ、あるからさ。カラオケはなんだかんだ、その、アプリとかそういうものには潰されないと思うね。まあ今コロナでね、ちょっとほら、カラオケ屋が、ちょっとコロナでちょっとやばいっていうのはあるかもしんないけど、まあカラオケはね、こうやっぱりこうめっちゃほらこう息を吐くし、でそれで息をちゃんとねたくさん吸うと思うので、歌わないときは。そう考えるとやっぱりコロナのね意識が高まると思うので、だからまあコロナでカラオケ潰れることはあっても、なんかそういうアプリとかそういうものに潰されるレベルのことはない気がするんだよな。多分ね。まあもちろんそういうアプリとかで満足する人も生まれて、多少は客減るってとこもあるかもしれないけど、でも潰れるレベルまでっていうのはなかなか少ないんじゃないですか。まあ、あとはアプリで練習して、なんかこう、カラオケでみんな集まって本番だみたいな感じで歌う人もいるだろうしね。まあわかんないですけど。いやー、ポンポンと。そうっすね。
った。てか、何気に11位になってるぞ。今気づいた、11位になってる。今回なんかすげえレベル低そうだな、このなんかイベント。なんかみんなあんま投げられてないよね。爆投げされた。そうだね。まあ20発ってさ、めっちゃ大金だけどさ、でもさ、なんだろう、ふわっちのさ、本当のイベントってさ、正直20発じゃもう、全然なんか上位になれないっていうレベルじゃん。もう本当に、なんていうの、もう200発とか2000発とかで、なんかもう本当、やっとなんかかなりの相当上の方に行けるぐらいの、多分そんな戦いじゃないですか、イベントって。うん、まあもちろん爆投げではあるけど、これで言うても11位入れるって。今回レベルかなり低い気がする。うん、あ、チアリーダーザス。うん。いやアーミューさんからチアリーダー、アレンちゃん、アレンちゃん、いやったー、アレンちゃん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 、いやったー、やすー。あ、やったー、アレンちゃん、レンちゃん、レンちゃん、いやったー、アレンちゃん、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 いやったー、やすー、やったー。やったぜ。あ、もうあと30分で12時になるのか。いやー、にしてもね、ジャニーズカウントダウンずっと見てない YouTube だけは。お願い社長のアプリをやりながら。なんかいろんな年のジャニーズカウントダウンをね、なんか見てるのが面白い、面白かった。今日はね、出かけてないです。家にずっといました。家にいながら YouTube 見ながらお願い社長やってた。お願い社長っていうゲームのアプリがあってね、えなことコラボしてそれにつられてやり始めたんです。いや、面白い、どうだろう、面白いっていうかなんだろうな、まあ面白いのかな、わかんないけど。まあ面白いっちゃ面白いのかな、どうなんだろうな。でもさ、ソーシャルゲームってさ、なんかこう、作業ゲーだからさ、どれも。なんか作業がだるいなっていうのはあるんだけど、まあ面白くてやってるってより、なんだろう、なんか達成感みたいなやつかな。それを面白いって言うのかな、みたいなさ。ソーシャルゲームって大体そうじゃない？大体どれも作業だからね。うん。作業をして、なんかレベル上げていくとかさ。なんか集めていくみたいな。まあもちろん課金とかも伴った方がドカって増えるけど。うん、どっちかっつうとでもやってること作業みたいなもんだから。でもその、まあじゃあなんかこうね、何かを達成するために、うわぁ、だるいなみたいな、だるいなと思いながらやっちゃう。あれ何なんだろうね。あ、ドラクエとか FF のレベル上げとかもそうじゃない。うわぁ、だりいなと思ってさ、でもやっちゃう、やるみたいなさ。課金はね、1万7000しちゃいました。なんかね、一回やったんですよ、お願い社長。で、そしたら、なんかね、サーバーが選べるんですよ。いろんなサーバーがあって、で、サーバーをこう選んで、で、一番最初その、なんかやり方がよくわかんなくて、
で一回やり直したんですよ、その新たなサーバーがまたできたから、うん、でなんかねいろいろ仕様をネットで調べたりとかして、なんか攻略情報みたいなのがあって、でこれ本当やってる人しか分かんないし、しかもやってる人なんて多分今一人もいないと思うんだけど、そのお願い社長ってそのゲームを始めた4日目だっけな、4日目にそのなんだ、まあ、そのダイヤってのがあって、そのダイヤを、まあ、ゲーム上で手に入れられるんだけど、課金とかでも手に入れることができるんだけど、そのダイヤが4日目にそのあれなんですよ、4日目に 1.2 倍から3倍になるガチャをで絶対損はないの、必ず。じゃあ例えばダイヤを1000個使って、そしたらあの 1.2 倍引いたら1200個になって帰ってきて200個増えるっていう、で3倍を引けたら 1000×3 で3000個になるみたいな、で絶対はあの外れがないの、最低の一番外れでも 1.2 倍になるから絶対損しないガチャなんですよ、それってジェムあのダイヤが絶対に増えるから絶対損しないガチャなっていうのが引けるのよ、なんかその開始してから4日目に。でも開始してから4日目だとあの無課金だと絶対に無理なのよ、無課金だと絶対そのジェムをそこ、ジェムじゃない、そのダイヤをそこまで集められないから、だからうまく考えられてるよね。そう。無課金でも、その、あ、最高ね、3回だっけな、3回か4回まで引けて、で、1回目、2回目ぐらいまでは引けるんですよ。その、無課金でも。なんでかっていうと、その1回目、2回目だと、あの、その、必要な、そのダイヤの数が少ないから、